やば、歯に塗っちゃった。オッケー。オッケー。始まる前に塗ってくださいよ、さっちって思った方へ。1分でも早く始めたいから先にボタン押しちゃうんだよね。そう。だから許してください。ということで皆さんこんばんは。こんばんは。ありがとう、来てくれて。こんばんは。すごい、なんか背景がハロウィン仕様になってますね。1分早くありがとう。そう、1分ほんの1分だと思う、ほんとリップ塗るのって。ありがとう。今日はまつげがもう100点で、何ですか？音怖いからやめてください。今日のまつげ100点、マジで。やばくない？超最高と思って。そう、今日100点です。今日、まつげやろうと思ったら、こっち左目のまつげが倒れてて、癖がついてて、あ、もう今日まつげ大失敗、終わったと思ったら、マスカラ塗ったらめっちゃ良くなって、しかもいつもよりいいんですよ。天才じゃない？マジいい子、うちのまつげ。そうそうそう、めっちゃ、こんばんしきさん、ありがとう。めっちゃ100点です、嬉しい。明日もまつげ、結構サチのまつげは結構気分屋さんで、本当に出来が悪い時は本当に悪いから、そう、明日僕の太陽公園でうまくできるか不安ですね。26もね、27もこう4日連続ねできるか結構不安ですね。そう、まつげなんかメイク変えようか迷ってて、あ、ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィン、まだか。でもなんか なんかむくみが私結構敵で、あの塩をかあんまかなんか塩抜きまでいってないけど、なんか減塩生活してたらなんかむくみ取れて、そう、目がすごく開くようになったんですよね。これ私だけかな、そのなんか変わってないよさっちって言わないでください。なんか気がして、なんか今日漏れてるって思ったんですよ、いつもより。そう、まあこうやって自己肯定感上げてくっていうのはやっぱり大事なんで、批判はあのいりません。そう、違うよさっち、塩分むくんでるよまだとかいらないからね、本当に。ありがとう。そう、いやでも結構ね、私結構むくみやすいし、むくみやすいし、かつ結構濃いめの味結構だったのかもしれないと思って、そう、ちょっと抜いたら結構むくみ取れた気がする。背中かゆ、ありがとう、かわいいって言ってくれる、全員大好き。そう、髪も切りに行かないといけないんですね。6日池袋で、え、そう、567全部東京でライブでございます。嬉しいですね、ライブがたくさん出れて。お話し会も再販中で、そう、あとなんとね、11月15日金曜日、ヒューリックホールさんでアイドルスターボリューム2に出させていただきます。ボリューム1に引き続き 2.5 期さんと3期生で出演させていただきます。ぜひ来てください、楽しみですね、嬉しいですね。あとお話し会も再販始まりましたので、あの11月じゃなくて12月8日の大阪、みんなとお話しできる時間が増えたので、3時間目が追加になって、なのでぜひ待ってます。
ハッピーハロウィン。ハッピーハロウィンだね。そういえば猫耳キャットくんのチェキをなんかしたから、なんか猫耳キャットくんの仮装ならできそうだなとか思ってるんだけど、でも分かりません、予定は未定なので。そう、そうです、なんだって。そう、皆さんのおかげでお話しできる時間が1時間増えました。ありがとう、嬉しいです。サチさんも来てくれてありがとう。サチ来てくれて、目指す完売ですです、ありがとうございます。ぜひね、そう、目指す完売です。サチさんちっちゃい、ありがとう。今日は黒サチさんシックで、なんとワンポイントにキャビオンがいますかわいい。そう、カビオン、これは追加で買わなきゃですね。あ、嬉しい、たくさん話しましょう。ルンルンルソルソ、ちっちゃい、ありがとう。てかさ、全然話変わるんだけどさ、メイクレシピ出したじゃん、結構前に。私あの日から、あの時からさ、めっちゃメイク変わってるんだよね。そう、本当に変わってるから、なんかごめんなさいっていう感じです。また新しく作らなきゃってぐらい変わっちゃった。そうな、そう、アイシャドウも変えたの。これね、言ったっけ、これリコチさんとお揃いなんです。このなんて言うんだろう、なんて言う、リリーバイオレットリトルビティモーメントシャドウ、リコチさんは01番だった気がする。サチとお揃いで、サチとお揃いで買いました。言ったっけ、言ってないっけ、言ったっけ、言ってないっけ、忘れちゃった。そう、リコチさんとおさらい、いい、そう、遊んだ時に、あ、聞いた気がする、言った気がする、確かに。そう、リコチさんのインターネット、なんかど、何が正解、え、なんかさっちさ、なんかアリちゃんさんの時も言われたんだよね、なんかイントネーション変だよってだからなんか、あのイントネーション変だと思う、自分。学校って言ってて、そう、学校のこと学校って言ってて、マジでそれが普通と思って生きてたからさ。あと、これは教えたくないんですけど、教えます。うん？リコッチのオッチやサチハシのオッチやなかったよ。待って、じゃあどちら様ですか？どちら様ってなんか自分のもんしてるみたいだけど。そう。オッチー。マジでみんなこれは絶対に使ってください。 B アイドルのカナエルハイライト02番花高ホワイト、これやばいです。これ最近ずっと使ってる。結構ね、高いんですよ、ドラッグストアの中では2000円して高いんですけど、めちゃくちゃいいです。これだよ、なんかいつかの配信でさ、あの興奮してたやつ、あのやばい、この今日のハイライトって言ってたやつ、あの日はなんかテスターでたまたまつけたんですよ。そう、でも買った、良すぎて今もつけてるけど、今も、あ、ここ、ここね、ここめっちゃ、これマジでいい。そう、そう、あれ、なんか結局私はイエベなのかブルベなのか今必死に自分で考えてて分かんないんですよね。どう思う？そう、こんばんは、来てくれてありがとうぐらいかな。あ、あと公園の
お披露目の時のメイクと、え、お披露目の時はね、あのね、あのメイクしてない、ほぼ本当に。ブルベナツ、ブルベナツかな、やっぱブルベナツかイエベハルだと思うんだよね。わかんない。でもブルベなんかファーストブルベナツ、セカンドイエベハルかなって勝手に思ってるけど、どうなんだ。でもめっちゃ髪が黒いんだよね。ちょっと待って、話したいこといっぱいありすぎてさ、話がまとまんないんだよ、さっちって。そうで、お披露目の時のメイクも話したくて、そのお披露目の時はでメイクの仕方なんて知らないから、ファンデーションまずしてないし、下地はしてたかも、緑の緑も大事だからね、赤みを消すのに緑のファンで下地して、なんか全然、もう全然ねしてなかった。そう、だから今、だからほんとそうしてないですよ。そう、でもさ、これこういうの言うとさ、そう、あんなに可愛くてどうなってんのよってありがとう、そんなこと言ってくれて、なんかその言葉待ちしてたみたいだけど、そういう意味じゃなくて、でも本当にシンプルにねしてなかったんですよ、やり方が分かんなかった。そうそうそうなんですよ、やり方が分かんなくてさ。お久しぶりです、ありがとう来てくれて。まさか自分が束感まつげをする日が来るなんて思ってもいませんでしたよ。束感まつげなんて知らなかったよ、あの時のさっちは。イエベブルベも知らんかったし、アイラインとか変わってない。あとね、ラベライナー使わなくなった。なんか自分さ、涙袋やらない方がさいいと思ってさ、やめたんだよねぐらいかな。他はあんま、あとライブの時はファンでシピシピに変えました。ちょっと反射するかも。このシピシピはやばいですね、あのカバー力がすごすぎてメイクさんに笑われました。もう、真っ白すぎてそう、あの初めて使ったのが生誕祭だったんだけど、白くなりすぎて、そう、え、大丈夫ですかって言ったら大爆笑されました。なんとかね、こうぼかして、そう、何もつけてないスポンジでぼかしてって言われて、ぼかしたらいい感じになったからよかったんだけど、それぐらいカバー力がある、最高です。いや本当にそれな、生誕祭に冒険するのだよね。いや違うのよ、違う、なんか、まあ、普段はディオールのファンデーション使ってるんですよ。まあ、ファンで下敷きはね、いいの使いたいと思ってて、そう、でも公演の日は私顔が真っ赤になるから、汗かいて動くと、だからそれを隠すためにもうファンデーションめっちゃ塗るんですよ、いつもよりちょっと多めに、多めにね、ファンデを塗るんですよ。でいつもは前までティルティルの銀色使ってたんですけど、なくなっちゃってて、で急遽買わなきゃいけなくて、で他の使おうと思ってシピシピにしました。日本語喋れてるかな、ちゃんと喋りたいことが多いとね、こうなっちゃうんですよ。こんばんは、来てくれてありがとう。響のディオールのコンシーラーなくしたのね、それさ、痛い、私響のディオールのコンシーラーなくなった、例えば、いや、ディオールなくすのはきつい、私は倒れます。クイーン、明日はシピシピのファンデを使います。ディオールはお話し会とかの時です。サチャスチチャありがとう、サチャスチチャありがとう。そう、シュピシュピ、シュピシュピって何、シピシピかな。明日はいよ、カベちゃんの卒業です。です意外とまだケロッとしてます。そう、まあレッスンで会えたからね、ちょっと前に、だから意外とケロッとしてます。そう、なんか毎回卒業公演エディオンなんだよね、ドラマになっちゃうよエディオン嘘嘘嘘、泣いてもいいですか。え、泣かない泣かない、絶対泣かないよ、もう泣かないよ泣けません、もう悲しいけど。
て来てくれてありがとう。初めてなんだよね、卒業公演に出るの。そうエディオン、そう信じて信じて、そう、いや絶対泣かない。サチちゃん強い子だから。そうだよ、サチちゃん強い子だからこんにちは、来てくれてありがとう。えで発表の時でも泣いたもんそう、明日何の髪にしようかな。サチちゃん、スティッチありがとう。サチ来てくれてありがとう。どうしようかなね、ヘアアレンジ何しようか迷い中です。なんかだいぶ絞れてきましたよねって言っても、私はあんまりヘアアレンジをしてないんですけど、なんかもっと挑戦したいんですけどね、結構ね怖がっちゃうタイプでもさ、そもそもさ部屋がないんだよね。そう、サチこんばんは。そう、そもそもボブだからさ、ヘアアレンジのあれが少なくて、リンゴちゃんやりたいんだよ。でもそれはわかる、変えない方がね。確かに確かに。でもなんかここよりここに持ってきた方がよくて、ボリュームを片方でこうか、片方でこれもありだなって思ってる。おんぷちゃん部屋、どう？あ、これありじゃない？でもそんなこんなとかで、そんなこんなわけ、これで日暮らしか日暮らしの恋、ここ何でもありだよね全然。あ、好評だ、嬉しい。カチューシャないんだよね、僕体は。まあでもなんかハーフツインだといいんですけど、黒の衣装に合ってるからかな。そう、曲調とギャップがありすぎるかも。あ、でもレイダウン可愛いかも。ちょっと悪ギャルみたいな、ペロペロキャンディー食べてそうな平成ギャルって感じじゃない。なんか他思いつかないんだよね。外羽根か、なんかアップが苦手だから。そう、ついに、そう、どうしよう。あみたらしとか公園でやったことないな。舞台でやったね、舞台でやって、あとあれか、なんか巻き髪とかも結構したんだけど今まで、やっぱ長さが長さだから、なんかちゃんとこうスパイラル巻きになってんだろう、なってなくて、長さ的にね。そうだから迷ってるんですよね。デコ出しでもありなんだよね。クマさんはお休みですクマさんで割としてるかも、浴衣の時も。クマさんしてたから。サチちゃん、スティッチありがとう。タラタラララタン、サチ、こんにちは、来てくれてありがとう。こんばんは、来てくれてありがとう。どうしようかな、今年の冬もパンダッチーは、パンダッチーやってくるんじゃないかな。
まだ寝てるって言ってた。そう、そろそろ来るって言ったら、ちょっとまだ無理って。もう行くとしても早くて1月とか12月じゃない、わからん。パンダッチはね、そう、寒がりなので、ん、暑がりだから、そう、冬眠してるんですよ。そう、もしかしたら、めっちゃもしかしてね、言葉に責任は持てないんですけど、めっちゃもしかしたらお友達来るかもしれん、パンダッチ。そう、友達ができそうです。パンダッチ初めてのお友達できましょう。できそうですよ。でも多分そのお友達も暑がりだから、あの、まだ多分当分出てこないと思う。さあ、なんでしょう。エリザベス、エリザベスも実家に置いちゃってる。さっき来てくれてありがとう。この前実家に帰ったらさ、あの、エリザベスっていう箱ができてた。そこに入ってた、エリザベス。そう、暑がりだから出てこないんですね、パンダちゃん。こんにちは、来てくれてありがとう。こんばんは、来てくれてありがとう。こんばんは、来てくれてありがとう。エリザベス、みんな覚えてますか？なんかさ、前髪がなんか薄いですね。まあいっか。さっきエリザベス知ってるんだと思ってびっくりした。知ってるんですよ。そう、嬉しい、ありがとう、可愛いって言ってくれて、こんばんは、来てくれてありがとう。修学旅行のパジャマで買いました。今日のテロップ、ヒルナンデスみたいでいいね。お話し会待ってるんです。確かにヒルナンデス似てるかも。待ってるんですからね、皆さん。そう、ヒールヒール、ハロウィンでワンちゃんエリザベスって来た。ハロウィンの仮装ってこと？エリザベス、あ、11月9日にお船のイベント待ってます。お船のイベント、出航。僕らは水道、最近ジャスミンティーが飲めるようになったんですよ。これは朗報なのか。はい、もう 20% しかない。みんなさ、会いたいって曲知ってる？お願い、ちょっと最近覚えたてだから、覚えたてだからちょっと音程違うかもだけど、お願い、いくらと言って、お願い、一人にしないで、強く抱きしめて。そう、その方です。会いたい、めっちゃ好きあの曲。遠くへ行くなと言って、めっちゃいい曲知ってますか？そう、
なんか乃木坂のあれで、乃木坂のあの昔の曲を歌う番組で中西アルノちゃんさんが歌ってて、一目惚れしました。一耳惚れしてました。そうで、ずっと聴いてる。遠くに行かないよ。そうめっちゃね、切ない。そう会いたいですよ。夏村では外せない名曲、大好きっけ、いい曲だよね、マジで思う。一耳惚れしたの。そうちょっと待って、一生説明。あ、それだ、乃木坂スター誕生かな、スタータン。待って待って、一生説明なんだっけやば、ド忘れしちゃった。最近ハマりすぎてさ、カラオケアプリで歌ってるんだよねそう、ハマるとカラオケアプリで歌う癖ある。ちょっと調べよう、ちょっと一小節目思い出したい。ん？どうして検索できないの？おい、あー、それだ。ビルが見える教室でみたいな。やばい、ねえ、さちカラオケ出てるんだね。あ、言いたい。ちょっと、あ、違う、こっちこっち、音鳴らない、音鳴らない。あ、まあ、マックスになってた音が。ちょっと聞いてきます。あ、ビルが見える室で二人は机並べてだ、同じ月日を過ごしただ。ここでいいよね。バスケットって何？バスケ？ボールのバスケ？少しの英語とバスケット、そして私はあなたと恋を覚えた。卒業、濃いですよね。半分笑って半分まか、いいね。どんなドンキもパフェみたいにこれフルーツバスケットじゃない。あー、カゴのことね。なるほどなるほど、こっちかと思ったよ。そう、なるほどね。その時もパフェみたいに可愛く、ドルドルドル、こんばんは、来てくれてありがとう。乃木坂の超サザンライブ見に行け、いいなぁ、いいないいなぁ。私は桜坂のライブも見に行きたいです。へい、心の中でそう、誰も承認よ。毎日練習してるから。私これサチこんばんは、今何時かな、ズームズーム、9時55分ね、オッケー。今日も可愛いね、今来てくれてありがとう。へい、心の中で、ね、わわわわ、誰も承認要求強すぎて、そんなにも自分で自信がない。ハッピーハロウィンありがとう時間より何パーセントか、いや本当にそれな、切れたらごめん電池。
もう先ね、まったく。あとみんな10月26日広島大学千田祭 ST48 出演させていただくので、皆さん待ってます。あさってですね。なんと入場無料なので、はっ、いけると思ったら走って来てくださったら間に合うと思います。16時半、え、違ったらどうしよう。16時半だったよ多分。16時半なので、に千田東、ちょっと読み方わかんない、公園であります。はい、広島大学千田祭。そう、東広島だったっけ。そうそう、なのでもし今、あ、東千田公園、そう、千田公園ですであるので入場無料です。もう一度います。入場無料です。やったー。そう、入場無料なので。え、雨なの？それは辛い。サッチーたちが晴れにしたいと思います。学生の、そうだよ、無料ですよ。学生の方に ST48 を覚えてファンになってもらうために頑張ってきます。そう、なのでみんなも応援していてくださったら嬉しいです。雨が上がった時間が好きなんだ。さっき家出てきちゃったけど、すぐ起きちゃったから出演料をいただきたいと思います。チャリーンてってってってれってってちゃ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 、ありがとう。銀河の隅で爆睡まくるくるまる、ああ、あなたに会いたいな、気持ちがループループする。知ってる？頭がどうにかなりそうだ。やばい、髪の毛切りに行きたい。ここは長いんだよね。本来ここはもう少し短くあるべきなのです。私の髪の毛、あれ、ちょっとここに見えるかな、もしかしてこの長い方が。わからん。こんばんは、こんにちは、来てくれてありがとう。さちさん、すち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 、ありがとう、たくさんのすちすちを、ありがとう。え、そんなさ、雨降る感じやばい、天気予報全然見とらんないけど、つらいですね。まあでも雨が降りそうなら強っぽいですね。サチャスティッチありがとう。こんばんは、来てくれてありがとう。広島明日も早いってその後、辛いんだけど、私雨はちょっとあんま好きじゃない。夏の方が好き。夏、あ、でも夏とか雨とかじゃなくて晴れの方が好きですね。やばい、もう一個のスマホが。
たちゃんステッチありがとう。サッチーが明日泣く確率 22%、 明後日雨が降る確率 0%。 サッチー痩せてました？痩せたなら嬉しいです。どうなんだろう、なんか自分じゃ分かんないんだよね、痩せたか痩せてないか。ポリポリ、こんにちは、来てくれてありがとう。え、やっぱ雨なの？朝って。無理無理無理、ダメです。止んでください、雨、晴れてください。みんなでてるてる坊主作ろう。そうです、お話し会の再販始まってます、皆さん待ってます。12月8日、日曜日、うん、日曜日だ、日曜日3時間目、追加枠ですので、皆さんぜひたくさんお話したいです。そうそうなんです。ごきげんよう。サチ来てくれてありがとう。だから君を誘って、最近サッチスチスチが増してる。嬉しい、スチスチ増しちゃっていっぱい。ファイトン、プリュートファイトン。サチ来てたありがとう。今日ってさ、木曜日か、明日が金曜日か。こんばんは、来てくれてありがとう。あ、明日9時から悪魔ゲームなんか最終話みたいな、最終章みたいなあるらしいですよ皆さん。さち今ドラマ見てハマってる、ドラマ。そう、さち来てくれてありがとう。こんばんは、来てくれてありがとう。そう、9時か21時からですね。さっちドラマ見るの、なんかたまたまドラマ見て、たまたま開いて TVer をで、たまたまあったのを見ました。あ、違う違う、いやなんかドラマ意外と見ないか、なんかその時間に毎週リアタイでとかはしないかも。 TVer で見ることが多いですね、か一気見します。そう、そう、なんか中学生か小学生の時見てたドラマを TVer で見つけて、それ見てハマって、その関連に悪魔ゲームがあったから見たら面白くて今ハマってる。でも全部見ましたもん。そう、でもなんか映画も見たいなとか思ってる自分がいるんですけど、まさかのね、急に好きになったっていうね、悪魔。たちも名推理したいな。お前はもう勝てないって言われるじゃないですか。いや、で大逆転するんですよ。お前はもう勝てないって言われて、主人公がそうで、もう負けるって思うじゃないですか、こっちも。ああ、主人公負けるわ。でも勝っちゃうんですよね。なぜだって敵に言われるんですよ。お前はあの時なんちゃらこんちゃらと言ったみたいな、俺はそれを聞いてたんだ。なんかちょっとした差で勝ってる、いつも名推理で。そう、なんか隙をついてかっこいいですね。サチも名推理したいな。でもわかる、そう、主人公は負けんのんよ。そう、サチがなんでそういう
結構ハラハラ系が好きかっていうと、あのハラハラ系が好きかっていうと、なんか主人公って負けないんですよこれ言っちゃ面白くないんですけどね。主人公って負けないんですよ絶対その安心感があるから、なんか安心して見れる。そうだから好きかも。だから主人公が負けちゃって、負けちゃうとかいうのは、あでも鬼滅主人公負けちゃうか、負けてもそう最後の最後で逆転したりなんか急に仲間になったり、敵だった人がとか、なんかいい方向に絶対行くからそう安心して見れるんですよ。それだから特に好きですね。悪魔ゲームも、いやこれネタバレなのか、そうデスゲームもね見てみたいんだけど、なんかアマプラでデスゲームがあって、あの見たいんだけど、なんかカテゴリーがホラーだからそれが怖くて見れなくて、ホラーは無理。そう血とかホラーはちょっと嫌かも。ゾンビ、ガチゾンビは無理。絵とかいけるけど、バイオハザードとかも多分見れないかも。そう、そう人となら見れるけど、でも人と見てもあの帰り道とかで思い出しちゃうから見ないのが一番怖いやつは。そうホラー映画嫌いです。もう見ない。もう今後の人生見ることはありません。ということで、あと 10% なので歌いたいと思います。そう鳥も出てくるよね。フクロウかな。そうロワイヤル、星になってるロワイヤル、なんだそれかしの歌。振り込んで思い出しますね。さっき見てた夢を思い出せない、すぐ消えてしまって切なくなるんだ。日差しのようにあの日に戻れればいいのに、まぶた閉じてもここに僕しかいないよ。風を待とうこの岬で、もう少しで春は来るはず。青い海に日差しが跳ねて、君を乗せた船が近づくよ。 I can't stop loving you 愛は止まらない。離れ離れ時が過ぎても、愛話し上げただ会いたくて、それが恋と気づいた今さら。まるで頬をたたんだ帆船のように、僕は何もできず凪の中にいた。やりたいことを見つけて都会へ行った。君は元気か、夢は見続けてるか。風が吹くよ入り江を抜け、待ちわびてた春と一緒
渡り鳥が帰ってきたら、僕はやっと君に言えるんだ。 I can still love you 溢れる気持ち、どう話せば伝わるだろう。愛はなほりゃへん、抱きしめたいよ、波のように切ない願いを。結構思い出す。風を待とう、この岬でもう少しで春は来るはず。青い海に日差しが跳ねて、君を乗せた船が近づくよ。 I can't stop loving you 愛は止まらない。離れ離れ時が過ぎても、愛はなし上げ、ただ会いたくて、それが恋と気づいた今から。この曲マジで名曲だよね。マジ大好き。ありがとうございます。今のは ST48 で風を待つでした。ありがとうございます。パチパチありがとう。いっぱい歌っちゃおうっと。やべ、鼻息。ごめん、めっちゃ鼻息入ったね、今。めっちゃ鼻息あってくるぞ、恥ずかしいかも、ちょっとだけ。これ歌えるかな。最近ちょっとこれハマってるんですよ。ライブ映像めっちゃ見てる。そうだ、皆さん、11月6日に ST48 ショーケースライブ出演させていただくので待てます。東京のクラブミキサさんでさせていただきます。なんか今までの ST の歴史にフューチャーしたものでございます。ということで、最近ライブ映像めっちゃ見てる。これそう、マジで待ってます。知らない君、踊り場でさ見かけ、あ、そんな顔で笑ってる君のことは嫌い。雨が降った日の跳ねたストレート、その表情ももう全てが愛おしすぎるけど、君が好きだよなんて思わないよ。最後まで見逃さないのに気づかないなんてなぜ、好きなのは僕なのに。大好きなのに、あなんちゅう歌い方。涙なんて流さないよ、心音だけバクバクで、風の強い帰り道内へ急ぐ。人はいつも選択して、その度また進んでって、僕はどこでそのチョイス間違えたんだろう。失恋ソング、僕のことつつく、悲しいメロに踊れないでしょ、このリズムでは。明日からの僕はどんな顔したらいい、
ななかちゃんの納豆大好き。この歌い方どう？音量的ここ大好き。君が好きだよなんて思わないようにする。ラストチャンス、ラストダンスでも好きだ。今日で最後だから、明日の君は好きじゃないよ。バイバイ淡い期待、君の全部が好きだ。最後くらい言わせて、ラストチャンス、ラストダンス片思い。笑ったその声も授業に飽きた表情さえきっと忘れないだろう。好きなのは僕だけだ。あとちょっとだけ、曲大好き。この曲、今のはノットイコールミーさんでラストチャンス、ラストダンスでした。ありがとうございます。大好き。みんな聞いた？もうななかちゃんのもうあそこ大好き。君が好きだよなんて思わないようにする。これはぜひとも染みた染みた染みた、嬉しい。染み染みコーン、何にしようかな。ノイミーさん最近めっちゃ見ちゃう、もう大好き。どうしよっかな。いいなあ。うるさいね、ごめんね。リコノイジェ感謝祭、感謝、感謝祭、感謝祭、切り抜き見たよ。切り抜きっていうのかな、撮影可能コーナーのところ、そう、あげてる方がいて、どうしようかな。その前にさ、こうどうしようかなって選んでる間にさ、充電切れたらさ泣いちゃうよ、さっち。どうしようどうしよう、何にとこ。今は秋か、秋っぽい曲ね。お題しはりましょう。どうしようどうしよう、どうしようどうしよう、みんなどうしようどうしよう、みんなどうしようどうしよう。どうしようどうしようどうしよう、どうしようどうしようどうしよう、どうしようどうしよう。やべやべ、どうしようどうしよう。全部好きなんだよな。じゃあこれにしよう。これいつか踊りたい、もう踊りたい曲いっぱいありすぎて、好きな曲多いから。薄いフィルターで守るプレシャスを、悪魔剥がし空に飛んで、私は私それなのに、誰かが指さして私を笑った。涙が止まって、手足はどう描いた。それか形だか、もういらないけど。
ど適当に話すのをやめた。嘘ついて笑うのもやめた。偽りの僕よりも多分本当の私が強い。そうあってんだ顔色伺い、もうやだよバイバイ。好きだったなんて目はしてできないふりはダサいでしょう。聡明な女それで進めてずる賢いとかさ、もういいよって私は私それでいい。騙してないけれど強気でごめんね私のことを守ってあげたいの。誰にも守れない。私だけだから大人ってあいつ自爆ってそれでいいのずっと思ってた。それでもいいその方が楽って働いてわかる生き方自分で買ったの。憧れパーク何が悪いの。ジュエリーまとって一人さっそと歩く。抜け出して気づく快感がある。それぞれ生きたって消費されてて牛は綺麗そうだけど何も残ないでそんなの嫌でしょ。手は引かないよこっちで待ってる。真っ白な天使の羽ひらり降ってきたの。その辺で見てるだけならその羽真っ黒に染めるのはどう。悲しみ溺れる天使涙に溺れる天使。薄いフィルターで守るプレシャスを悪魔たちが剥がし空に飛んだ。私は私それなのに誰かが指さして私を笑った。君にも潜む天使は正義かそれとも悪か。私はどうかいた。それかバタチタか。叫べ I'm me。 おー、この曲は Not Equal Me さんで天使はどこへでした。ありがとうございました。これはめちゃくちゃダンス曲ですね。皆さんぜひ見てみてください。バキバキに踊ってるので。そう、僕たちもいつかやってみたいですね。めっちゃ好き。じゃあ次続きまして、何しようかな。何にしようかな。泣けるやつください。もうなんか泣けるやつって言われて、私もうラストノート大好きなんですけどでも何回歌うねんって感じ。必然性あるのかな、ちょっと調べてみよう。ガビョーン、ゼロ件です。なかった。必然性なしでした。僕海泣けるんちゃう。なんかさ、すごい不安定なんだけど、まあ、いっか。わ、ジャルデイズいいね。あ、え、ラストノート何回歌ってもいい？私ラストノートもう何回も歌うよちょっと充電怖いな。
人間関係得意な方じゃなくて一人きりが一番楽だと思ってた。誰もいない冬の浜辺も僕は寂しくなかった。街の中にどんなに人がいたって喧騒が溢れてたとしても語りかける誰かがいなきゃ孤独を感じてしまう。潮風に吹かれたくて自転車を漕ぎ続けた。国道の坂を登ればほっとしてくる。人生であと何回この海を眺めるだろう。防波堤に腰掛けていつも問いかけているよ。愛について夢について生きるとは何かと答えずに黙ってても聞いてくれるんだ。友は波の音。青春なんて悩みばかり多くてふと気づけばうつむいて歩いてた。自分だけが最悪だと自己嫌悪の日々だった。そう誰かに打ち明けれればいいけどなぜだろう恥ずかしかったんだ。こんな風に自信のない心さらけ出すこと生きるって息苦しいね。知らぬ間に無理してるんだ。どこかで両手伸ばして深呼吸しようか。大人になってしまってもこの海を眺めていたい。そう僕だけが知っている一番美しい場所で恋をしたらその人だけ連れてきてあげたい。思い出がキラキラとずっと反射する僕の友達よ。やばい、充電大丈夫かな。怖い。